あの、去年、ね、公約するって言っとったじゃないですかでもちょっと今日もう夜遅いしからちょっと明日土曜日やからあの土曜日みんなお休み休みじゃない人ももちろんいると思うんですけどそう休みの日だけにしようと思いました犬やわしゃも一緒なんやエリ広くないえこれ逆あっちゃうかったえ <laughs> テレビオリジナルあそうなんやなんか何でか変わったの気づかんかったのおじいちゃんとかも変わってるってことですかじゃ <laughs> そうゲームの子だけな,なんか違和感やばかったみんでもゲームの子だけやねこれ汗吸うやつなんですよ似てるでしょでも違うんですよ汗かきだからね 汗うやつ着ないとねびちょびちょなっちゃう <laughs> なっちゃうね明日はね見に行かないですね B2 の初日はそんなみゆが見に来て見に来てもじゃない <laughs> そうあのチョコさ昔はさえなんかドンキとかにある イメーージでした、ウォンカのチョコレートね、はるかさんが感染しちゃいましたねみなみんないつみんなにいつ会えるんやろ <laughs> あカルディカルディってさめっちゃいい匂いせんコーヒーの木のナイスはあのまだ冷凍庫に入ってます今日食べようかなと思ったけどちょっともう夜遅いから <coughs> やめておきます うん <laughs> そう久々にねチェリーチョコ髪見れて嬉しかったです昨日もよろしかったそう <laughs> 昨日何時,でえ何時にしたっけ全然覚えてないや何時にしたっけ昨日あみんなお話会のね当落出たんですけど 落ちた嘘でしょほんまに枷引いた大丈夫どうでした <coughs> なんかストーリーで <coughs> あのお話何？あのストーリーの方であの話し会のなんだっけ お支払いいがすぐあると思うみたいななんかよくわからんのに書いちゃってさなんかファンの人になんかねっ,たっけなあの支払い選択がなんかいついつまででみたいなきてえむずっと思って <laughs> どう説明したらいいんやろなんかもしさなんかもしシステム知らん人とかが買ってたらさ なんかどう説明したらいいかわからないんですけどなんかどうやって説明したらいいんですかね <laughs> 支払い選択がいついつにあってそっからお支払いってことですかそっからまたすぐに何日こかに <laughs> お話ってこと落ちたえうんでも絶対まだ余ってるからさ会いに来てよ明日の11時までなんや でそっからまたすぐ払わなあかんってことかよく読めばサイトに書いてあるあそうなんでもさやっぱさあの <laughs> 支払い忘れたって人とさ今まで結構多かったからさ <laughs> ほんまに理解してる <laughs> ほんまにできてきてるあいちゃんホントありがとう自分の話かい買ってみたら <laughs> やばいやんどうするん 自分の番も終わってきた時どうしたらいいん <laughs> 売り上げも何番目え知らんねん順位分からへん。あのあれやんな何バトルはリアルお話し会の方とえー、っとリアルお話し会の売り上げと今回の売り上げであれですよねガスさんみたいな感じですよね。 もっちゃんんんののとこころ行こうなんでなんでで好きやったっけ好きの <laughs> ギャオの配信見たあ今日今日ぐらいに更新されたやつですか多分みゆまだレッスン参加できてない時やと思うだからいなかった気がする今見てないから分からんけどみゆ <laughs> 好きありがとう そうビギナービギナー白ハライスポイスソってビギナーだけど <laughs> ビギナーと初見って何が違うんやろ <laughs> そうみんな全然みゆって呼んでねあみゆがもっちゃんの話かそういうことかなるほどな支払い方とか 勉強するためにも誰かの取った方がいい誰かの取るぐらいやったら自分の取るわ <laughs> あクレジットカードがあったら支払い忘れることないそうなわ忘れることはないーんあそのまま引き落としってことかな友達がめいちゃん取りたいって言ってたのでおすすめしておきましたえー、ありがとう <laughs> そのまま、ね、好きになってくれたらいいんですけど 1> 1枚しかか当たたらなかったほんまにいついつの部それ <laughs> 確かにもっちゃん時間かぶってないから取れるっちゃ取れる <laughs> あ WDMY ちゃん川八呼び方呼 <laughs> び方が独特ですね <laughs> みゆちゃんって呼んでください <laughs> カードは実質タダじゃないよみんな怖いこと言わないで <laughs> みゆちゃんとみゆちゃんどっち呼ばれたいえ全然どっちでもいいでもさみゆ,みゆちゃんって呼びにくくないですかみんな呼びにくくないめるるさんってほんま可愛いですよね マジで可愛い <coughs> 今テレビに出てて思いましたあのこの歯並びが好きこの歯並びになりたいみゆわざわざちゃんと話し会実施てたぞ <laughs> そうだよほんとにみっちゃん呼びは誰やふうはとふうは え誰が呼んでたっけ覚え忘れてた <laughs> ミュンそうなんか今更さらさ公式に行くねミュンにすればよかったとか思ったけどそうなったらあの <laughs> 自己紹介が変わってくるなって思いましたあミューちゃんって呼んでくれる嬉しいじゃん ミミックスちゃうであのな <laughs> まあまあまあみんな全然なんとでも呼んでくださいでもあの和田美優って呼んでくる人はあのひらがなで和田美優って呼んでくる人はあんま好きじゃないです私 <laughs> デデデデ大王ですかカービィのやつこんばんは。<laughs> えー支払いしっかりとしてください。しっかりしてくださいと再度呼びかけました <laughs>。確かになんか <laughs> 売り切れててもさ。 お支払いしてくれんかったら意味ないもんなそれはそうてか今日めっちゃ眠たい和田さんやだみゆって呼んであ牛首村牛首村やったっけ読み方分からへんねんけど見たい今までさ犬鳴き村とあともう一個何やったっけ忘れた、うん2作ちゃんと見たんですけど なんかあのシリーズってなんか怖いっていうかなんかグググロいイメージがありますね <coughs> だから今回もそんな,なんか <coughs> ごめんなさいあの何 <coughs> んだほんまにさ牛首村ってさあるんかなヤンキーに怒これなんで ちょいちょこ見ました見たよいやでも今回はあんま真剣に見てないな <laughs> うんあんまり見てないなんかあれってさ結果何を伝えたい映画なんやろみゆがさどっかでくないだけなんかさ、うん、何が伝えたい映画なんや みゆに心持ってかれてるええー、ほんまにやったーそのままこっちおいでフフフフフイスケッやろしんど当たっちゃうことありません足が長いねんって返したってくださいそういう時はすいません足長くてーってフ <laughs> お示しした名前で危ないタイえっそうなんええー プーちゃん <laughs> 今さらプーちゃんなんか呼べへんな今日何食べたっけ何食べたパスタ食べた <laughs> <laughs> 最新するとすぐまとめられるわそうなんなんかさ んやったっけみゆが喋ってる内容全部載せてくれるやつあるじゃないですかああれめっちゃありがたいし嬉しいんですけどんあんま下手なこと喋れへんなっていつも思いますでもいつも忘れちゃうえみゆって呼んでや嬉しい 中華料理って言ったけどハラ、どんだけ食べたん。<laughs> ラジオまとめてる人、えなんか、なんだっけ、全部一七とかも、公園で言ったことも、ラジオで言ったことも全部まとめてるやつ。こんばんは。お、みんなミユちゃんでくれ。はーい。何 <laughs> ですか？<laughs> みゆさまにちでになるあそれアイリー・タイムさんかみみみ何おみんなみえって呼ぶ目標もできえ嬉うれしいああ <laughs> みゆ祭りになってますあみんな好きなようにね 読んでくれたら逆にみゆがみんなのことなんて呼んだらいいかわからへん。ニックネームつけてもいいんかなんか「くんで呼んだほうがいいんか」あの何呼び捨てで呼んだほうがいいんか「くんね」分かった。み <laughs> ゆよ。 くん,くんが好きな人もいるんかえ男の子でさ自分のこと「僕」って呼んでる人いる <laughs> つけてもらったら嬉しいあくんねたけしって言うん <laughs> 僕って呼んでる人いる<笑>私<笑>仕事やん えー、結構いるんや僕呼びの人わし <laughs> わしなんや <laughs> 僕呼びの人可愛いですよねえっじゃあみゆうまりさんと一緒のかん感覚かなのかもしれない。 ゆうちゃん、ハートありがとう。<coughs> 仕事では私えやっぱそうなんやえ。なんかさいつやったっけ？中学生か？小6。小6かな？なんか小6の時にさ。担任の先生がさ男の子に対してさ。なんかあの発表する時になんか？ 僕はこう思いますとか俺はこう思いますとかじゃなくてなんかこれからのためになんか私はこう思いますっていうようにしなさいって言ってて男の子にね担任の先生が小学6年生の時なんかそれでめっちゃ男の子たちがさ恥ずかしそうにしててさ私っていうのまあ今さすがにみんなそんな感覚ないと思うけどさ でも僕仕事なんかプライベートで僕呼ぶ好きやけど仕事でやっぱ僕「僕僕はそう思います」とか言っては変なんやそうなんやじゃ女の子は全部私でよかったのいい先生 <laughs> 確かにいい先生なんかな <laughs> ええみんなじゃあみゆにもお話し会で「私私 <laughs> 私」って呼んで「あの私」って言って。 <laughs> コールセンターコールセンターなんや足足 <laughs> ほんまに足って呼んでるちょっと嫌かもしれへん <laughs> ああ自分で自分の名前「ハルトは」みたいな感じ <laughs> かわい,いけどななんで男の子は言わへんのかな女の子はさ「みゆはー」とか「何々はー」とかさ言うけどさ意外にもっちゃんは「私」なんよね。「私はー」みたいな <laughs> 意外とね私もね私もって今言ったんですけど変えたい変えた変えようとしてた時期があったけど気が付いたら「みゆ」って呼んでた。 <laughs> 気が付いたらカメラにも寄っちゃう <laughs> ファンの名前は一応ミュウツーなんですけど <laughs> 一応あるんですもっちゃんの字も綺麗やしね賢いかどうかわからないんですけど <laughs> あ実家では下の名前で呼ぶんよ かわいいそうみゆって名前かわいいからさみ <laughs> ゆって名前ちっちゃい時からめっちゃ好きやねん <laughs> でもさなんかめっちゃ自分の名前好きなんですけどあのなんだっけなんか漫画とか あの小説とかで読んでてみゆってキャラにいい子いい子を見たことがないのがちょっと悲しいみゆ <laughs> <laughs> って名前でいい子の子がい,いたことないなんかぶりっ子か性格悪いかとかそんなんばっかりやった <laughs> 何丸イ君星 <laughs> 星の部分気になる大ちゃん本当たありがとう。 翔太はたありがとう下の名前なんて言うん何やっけ何やったっけ見えかいで初めて性格読めちゃった <laughs> <laughs> ほんまにちょっとおちょくってない <laughs> キングキャメランさんはたありがとうキャベツさん誰もありがとう あもうそろそろ終わりの時間ですねごめんねみんなちょっと夜遅くにやってしまってピーポーピーポーご近所迷惑になるので声は小さめですみゆ <laughs> <laughs> ってなんで海って文字なんえわかん知らん知らんねん <laughs> 海みたいに広い心を持つ嘘知らん分からんんでないのな全然夏生まれでもないのに <laughs> でも画数画数とかで決めてくれてる生命判断の人が「ミューチュー」じゃないねんほんまは通信の通ー えそうママに聞いたら生命判断の人が全員生命判断なんかか <laughs> 数とかも全部みたいなうん生誕って <laughs> まだ何も決めてない <laughs> ファミツ <laughs> えそうなんや助けるって意味あるんやめちゃくちゃいい名前やん <laughs> みんな <coughs> みんなもいい名前持ってると思うけどそう「YOU、ま」よく間違えられるうん <coughs> 眠い眠たくなってきたなんかこのなこのねあの毛布がすごいあの あったかい毛布なんですよなんか暖かくなる毛布でこれを <laughs> あのこれをねこう持ってたらあったかくて眠たくなる <laughs> 最高ですね <laughs> そうあったかいヨギボウヨギボに <laughs> ヨギボに座って <laughs>。 伝わってます <laughs> う<ー>ん <laughs>。え、そろそろさランキング読んどかない僕のえーそうなんやスケスケって読む方かな痩せたえ、でも 1>, 1キロぐらいしか痩せてなかったコロナになってそんなに痩せてないんやゆうゆうゆうくん水色大好きマジでほらもう水色ばっかりやもん <laughs> うんフルネーム分からへん みんなのふざけたふざけた名前ってそのなんかあのふざけた名前の人もいるじゃないですかあのふざけた名前とかしか出てこないよふざけてない人もいるけどキラキラキラう前キラキラしてる <laughs> じゃあふざけた名前違うなんかみんな遊んだ名前の人とかいるんですよ <laughs> みんなの このこの名前が出てくる <laughs> ちょっと今失礼なことを言ってしまいました申し訳ないです <laughs> <laughs> 遊ぶの確定どういうことああ漆黒の何な々なマジイナさんと未来さんには嘘あ待ってそろそろ読んどかのやばいやみんな教え 教えてよなんかタワー当たってる。え <laughs> 気づかんかった。13位しんしぐさん12位 <laughs> ランドスロニ兄ちゃん11位ゆうちゃん <laughs> 10位,10位トマトアットマークユーザーさん9位あやちゃん <laughs> 8位マルル,マル,ル <laughs> 7位タケポン6位ダイちゃん5位タクヤくん <laughs> 4位ウィザード246。24 三サイキャベツ三二元気くんそして第一小鼠さん小鼠さん今日も一おめでとうございます <laughs> はいということであと三分ぐらいあ読んだよ読みましたちょっと今日はねあの眠い眠って 大配信なのであのちょっとあんま面白いこととか <laughs> 話す内容とかなかったんですけど <laughs> 今日も見てくれてありがとうございました今日見るない点慰めてみんな。 みんな慰めて <laughs>。はい <coughs>。眠たいのに配信ありがとう。全然もう楽しい。僕も泣いちゃ、泣かないで。 関係ないけどあのみんなみゆにいっぱい愛を伝えてくださいみゆ <laughs> は悲しい気持ちなので <coughs> 今日はごめんなさいテンション低くて明日からまた元気に配信するので <coughs> あ、あの最後にあのお支払いは忘れずにお願いします <coughs> みんなー <laughs> バイバーイおやすみ <laughs> もう4時とか3時まで起きてたらダメですよ <laughs> せめて1時とか2時に寝てくださいみえも含めて <laughs> 好きやったー <laughs> そう支払い忘れないでね明日みえも含めてほんとそれうん寝たくない <laughs> それ見える。あちゃ、はい、バイバーイ。嘘、眠、ほんまに眠いね <laughs>。おやすみ。